あ、誰かの携帯が鳴ってる。誰かブーっつってるよ。マナーモードが。ということで、ヒロコビッチの穴、ボリューム200、200回記念をお送りしたいと思います。ね、200回記念ということで、本日はなんと、騒いでこ NHK さんの取材も入っております。イエイ、すごいね、200回もユーストやってると NHK が取材に来るんだね。そうだよ、えらいもんだよということで、本日は豪華なゲストの皆さんもお迎えしてお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうした、みんなテンション上げて200回記念なんで、ご陽気にパッといきたいと思います。いや、でもやっぱ NHK が入ってたらね、こうちょっとそれでは皆さん本編スタート。今日僕会社クビになってさこんばんは。見た目問題を解決して、誰もが自分らしい顔で自分らしい生き方を楽しもう。NPO 法人マイフェイスマイスタイルのお送りするノンストップ生放送番組、ヒロコビッチなの。本日は200回記念を迎えております。そして豪華なゲストの皆さんもお迎えしてお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。一応 NHK だから、ちゃんとこうラベルを隠していく、そういう気遣いはするよ。そういう気遣いは必要ないです。ちゃんとするする。ということで、本日はたくさんのゲストをね、お呼びして、ご陽気にいろんな方も、同じことしゃべり始めて。ゲストおよびオーディエンスの皆さんがいるので、ご陽気にやっていきたいと思います。大丈夫です。ということで、皆さん、まあ、もう何回も出演はされていると思いますが、端っこの方から自己紹介を一人ずつよろしくお願いいたします。真ん中から行こうか。端から行くのあれなんで、真ん中からどうぞ。はじめましての人もいるかもしれないし、うん、お久しぶりの人もいるかもしれません。私は、円形脱毛症を考える会の会長をしております。200回目、何回目で出たのかちょっと忘れちゃったけれどもその時は旧姓岡村で多分出てると思いますが、結婚して今は武田信子で活動しております。はい、症状もいいと思うんだよね。そうだね、はい、私は前頭型の、脱毛症で、普段はウィッグか、帽子をかぶって生活しているんですけれども、帽子を取るとちょっと今日は特別に撮っちゃいますけど、こんな写真を、はい、髪の毛をはじめ、眉毛、まつ毛、体毛がほとんどないという状態です。はい、よろしくお願いします。のぶちゃん。のぶちゃんです。のぶちゃん。どっち回っていくの？あら、じゃあこちらに。はい、それ持って喋る、そういうシステムにしたから、システムさんね、はい、脱毛症、彼女と同じ病気の、脱毛症のミッチーです、そして彼女の、パートナーもあります。僕はこの病気は、生後6ヶ月からに、かかってまして、44年間、44歳なんですけど、はい、ということで、そんなミッチーです。よろしくお願いします。おめっちよろしくお願いします。はい、さあどうぞ。おじさん、こんな生き方いくんだ。今日はそういう感じで。はい、三橋正文と申します。農家さん、はじめまして。どうも。三つなの？呼んだことないですな。単純性血管腫っていうやつだと思います。
まあ見たままこのあざですね、多分そうです、はい、あんまりよく知らないんだよね、ね、意外と自分のこと分かってないんですけど、今日は仕事帰りで来ました、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。これ誰マサフミ、何マサフミさんです、マサフミ、いや今日なんて呼んでいくのかなと思って、のぶちゃん、みっちマサフミ、マサフミ、マサフミなんて呼んだことないよ、そんな。じゃあなんて呼ぶの、みたし、じゃあみたしさん、みたし、じゃあみたしさん、みたし、みたしさんで、はい、そして本日両脇を固めておりますのはマイフェイスマイスタイルのインターン生のどちら、ほうちゃんとかおりんです。あ、インターン生はそういう紹介なんだね。自己紹介じゃなくて一言ずつもらっとこうか、どうぞ。インターン生もがっちり緊張してるからバンバン振っていこう。いや、なんかかわいそうじゃん、もう喋った方が楽になるよ、喋った方が、そう、OK、じゃあそうですけど、今日いきなりさん、こう、あ、こっちじゃない、ね、こう映ることになって、本当見学に来る予定だったんですけど、なんか端にいるかおりん、同じくインターン生なんですけど出るっていうんで、流れで出ることになりました。まあインターンとしていろいろとやってるわけなんですけど、すごい楽しくお仕事させてもらっています。じゃあよろしくお願いします。あ、ごめん、聞いてなかった。ほうちゃんです。ほうちゃん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 。そしてこちらの一番端っこがかおりんです。かおりんこと、インターンの渡辺かおりです。私も今日はオーディエンスのつもりで気楽な気持ちできたらこんな端に座ることになってみたいな感じでいます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。誰、カオリン、カオリン、うん、みんなそういう感じ、のぶちゃん、みっち、ほうちゃん、カオリン、三つ足さあつけてくださいよね。さあさあ、どうぞ、さあどうぞ。どんだけ面白いこと言ってくれるの。生まれた時から髪の毛がピンクのアルビノエンターテイナー、カズヤコアです。もう帽子かぶってきちゃったからさ、ペッタンペッタンになっちゃってさ、そうだね、映る気ないんだよね。最近ピンクなの。年末にさ、いや僕ずーっとモテたいんだけど、うん、ずーっとモテないから、うん、年末にもなんかパッとしようと思って、うん、12月の頭とそしてクリスマスの直前にこうバッて濃いピンクね、うん、濃いピンクにしてさ、目立とうって思ったらさ、まあすっごい仕事場のね関係者からどうしたの、頭どうしたのってすごいいじられて、で、いやちょっとなんかこう気分を変えたくてとかつって、頭おかしいんちゃうかとかすごい言われて、はははっつって、ではしゃいでて、しばらく経ってその仕事ももう今日で終わりだから、どうぞよろしくお願いします。カスヤさんでいいよ、カスヤンでもいいけど、カスヤさんでいいよ、カズヤさんでいいの？じゃあ真ん中ね、ここね、はい、カズヤさん久しぶりだね。カズヤさん久しぶりですよ。もうね、僕が小学校ぐらいの時かな、うん、最初に出会って、そうかな、うん、まだスカイツリーができてない頃ね。そうだね、できてなかったから ね、まあ、スカイツリーの素の字もなかった頃に出会ってさ。そうだね、でもう近所の姉ちゃん、私紹介をしてくれました。アイフェスマイスタイルの代表しておりますひろこピッチこと戸川ひろこです。どうぞよろしくお願いいたします。いやでも本当に久しぶりだね。本当5年間で200回もね、時々休みながらね、毎週毎週、まあ、時々休みながらやってきたなんて、えらいこったよ。そうでしょ、すごいすごい、200回よ、200回。だって5年間もやってたってことは5歳ぐらい年を取ったってことでしょ。で今48ぐらいだから、で42、3から始めたってことでしょ。え、そうだね、えらいこったよ本当に。え、まだ20代だったってこと。そう、僕は当時だから25、6でしょ。6か、26、6、7。いやー大変だなこれ。あれ、そうだったんだね。そうで26にして会社辞めて無職になって、もうそういう話すると職業訓練校に行ってき、いやいや、もうそういう話するとほらほらインターン生が遠い目になっちゃうから。いや大丈夫大丈夫、今はアルビノが就職活動をするで、なるほど、ヒットワードだから。おいいね、アルビノが就職活動をするでヒットワードだから。あ、そうだ、来た来た。で僕多分これから就職活動するんじゃない、職なくなって就職活動するとなんぞピンクの頭はって言われて、いやいや違う、これ真ん中が地毛でっつって、地毛は分かったっつって、なんでピンクなんだ。染めなさいって言われて、染めなさい、もしくは色を戻す抜きな、どっちなんだみたいなね、コントみたいなのやっていきたいと思って。え、就活すんの。しないね。とりあえずね、しばらくちょっとこう疲れちゃったんで、うん、本当1ヶ月ぐらい休む。休むの。うん、人生を一休みする。
永久に休んどけばいいんじゃねえの。でもね、その可能性もある。もうね、社会復帰できないかもしれない。できるよ、大丈夫だよ。こうやってね、就職活動の時にポッキリ心が折れるとね、本当に社会に戻れないことがあるからね。就職活動の時に、ねあ、いいよ、ごめん。ごめん、ごめん、いいよ。就職活動の時に何か問題を起こすのは良くないと思うよ。そう？うん。みんな就活苦労した？うん、つくて。苦労したの、ミッチー。ちょっと、振り返っちゃう。ミッチー超高学歴だしね。そうだけど、ミッチー未体問題でさ、就活で苦労したりしたの？してないか。してないってよ。すんなり見た目問題いったんすんなり。あ、見た目も、その時、就職活動の時はウィッグ？うん、であ ちょっとそこ聞いてもいい？知らないよ、僕に聞かないで、あっちに聞いてよ。聞いてもいい？就活でさ、ウィッグかぶって言ったら、これウィッグなんですって言うの？言わないよ。あ、言わないんだ。うん、でずっと向こうから、え、違う違う、自分から。バレなかったら言う必要ないってことだよね。うん、自分からはまあ言うよ。言う、言うの？言いますよ。え、最初の時で？まあそれも言い方がね、問題でね。え、言い方？うん、どんな、これウィッグなんすよ。そうやって入るのも一つだけど、一つね。結構グッと落とし込んでいくタイプ。いや、あのね、まあ、あの履歴書なんかにね、あのなんか書いたり。履歴書はでも使う、使ったりするよね。履歴書にも書いちゃうんだ、うん、だって人生の一部だしさ、自分自身なわけだからさ、それをアピールポイントにすることもまあまあある話だと思う。履歴書に書くの、アルビノって。僕は確か 3,40 社受けたけど、書いたり書かなかったりいっぱい試したの。うーん、違いある。 でも結論、僕の場合は、うん、その履歴書に貼ってる写真がこのまんまだから、写真で通してるんだったら履歴書に書かなくてもいいかなとか、面接に進んだ場合にあえてこうそこまで取っといて、面接で喋るネタとして持ってったりとか。なるほど、ね、試したりして、いろいろ試したんだ。で、結果よくわかんない。結果だから、最終面接まで何個か行ったけどバンバン落ちて、で、まあ、やっと入った会社も3年で辞め、で、無職で、あの、就職活動しな、頑張って頑張って、職業訓練校とか行って頑張って、で、やっと入れたかもしれない会社は1ヶ月で契約満了して、で、ああ、もうどうしよう、困りましたって言って泣きついた会社が今日終わりになったんで。で、かわいそうな話。かわいそうな話だね。あの、じゃあちょっと、後ろの人も聞いてみない？どんどん聞いてこ。そのリーマンはどうなの？就活大変だった？うん、全然。で、どっちだよ。え、大変じゃないの？ぶっちゃけ。まあ、大変、まあ、人並みに大変なんじゃないですか。あ、人並みにね、みんな今就活大変だもんね。私も履歴書書いたから。履歴書に書くの？あ、え、欠陥書の話を。そうです、そうです。あ、そうなんだ。いや、え、結構書くものなの？うん、皆さん。僕はね、うん、僕はね、履歴書はね、ちょっとね、空白がいろいろあってね。空白期間が。だからね、これどうなのって。あ、そっちの方がね、なんかいろいろあるよ、ね、どこで何してたのって、まあそういう話になるから、あの長いお休みをね、うん、長い社会のお休みをしちゃった時期があるから、20代ね、 20代引きこもってたからね。あるあるある。何年ぐらいよ。まあ 5,6 年かな。それはちょっとブランクだね、うん、でね、ちょっとその辺書けないからね、どこで何してたかっていうのは。どこでも何もしてないみたいな感じになっちゃうから、うん、だからちょっとこう病気のところで埋めとく的な。そうそうそう。あ、うん、まあ、そうするとなんとなく納得するわけ、会社も。うん、あ、それは、ね、まあそうだね、一応ね、一応洗いざらい説明をするということで、うん、そのためにまあ履歴書にちょろっと書いておくと。ああ、なるほど。まさみさんは、あれ、映像落ちた。まさみさんもちょっとお休みな期間あったよね。そうですね。ブランク組だよね。何年間こうお休み期間があった組だよね。ちょっとね、こんな長くなかったですけど、はい。そうでもないでしょ。そんなに違うんだよね。真っ暗な部屋に行ったタイプですよ。そうだよね。自転車でぐるっと回ってたんじゃないの。そうそうそう、それはあのいい時ですよね。いい時。その前。そのお休み期間をが終わる時に自転車の旅に出たんだよね。そうなんですよ、実は。え、そのさ、履歴書にやっぱ症状のこと書く理由は何なの？なんかね、何でもいいから、何でもいいから通してくれよみたいな。何でもいいから通してくれよ。そんな雑なの？いや、もうちょっと考えたと思うよ。だって自分のアイデンティティとかさ、うん、でそれこそこの見た目を持って学んだこととかっていうのがドラマになって、でそれこそ受かる術としては自分を出すことがテクニックなわけじゃないですか。なるほど。だ、見た目問題は使うっていう手ももちろんあるから書いたりするんじゃないかなって思う。なるほどね。まあ、なりのままの自分でまあ判断してよっていうところはあるの。うん、うんうん、
ありのままの部分に病気のことも入ってるってこと？うん。あ、うん、で、まあ、病気でなんか得たものも結構あるからね。なるほどね。そこもなんかもうアピールとして使っちゃえばいいんじゃない？僕思い出したよ。何を？僕その何十社かの中の一つに営業会社系のがあったんだけど、うん、あの入社したら髪染められますかって聞かれたの。おお、うん、ほいで僕は染めますって答えたけど。答えたの？染めますって、うん、染めますって答えた、うん、就職したかったからね、うん、就職したかったから染めますっつって、うん、ああって、まあその結果落ちたんだけど入んなくてよかったなって思って。そうだよね、入って染めてなくてよかったな。染めてたら大変じゃない？超つまんないじゃん染めてたら。っていうかさ、すぐ白いのここから出てきちゃう。そうそう、だからこう、ま、真ん中から出てきちゃうから真ん中すぐ白くなっちゃうじゃん。真ん中から出てきちゃうの難しいんだよ本当。だって毎週のように染めてなきゃなんなくなっちゃうよ。ていうか人によっては理解不能じゃん。おおっつって。そうだよね、真っ白いのが出てきちゃうからね。うんっていう、白が多いねみたいな感じなの、ね、あれって言ってさ。へえ、でも言われたんだ。あった、染めますって言ったんだ。あった、なんか自分の中で大したことないことだからもうすっかり忘れてたけど、あった、あるんだね、染めますわって言ったね。意外でした。のぶちゃんは？私は言わない派です。あ、出た、きっぱりと言わないの？絶対言わないの？絶対言わない。履歴書にもお首にも出さずみたいな、うん、出しません。あ、そうなんだ、うん、就活の時も言わないけど入った後も言わないの？入った後で言わざるを得ないような状況だったら言う感じ。どういうこと？社員全員に取り囲まれたりとか。っていうかさ、ちゃんさ、全然今こうウィーク外して言う人がバンバン出ちゃうけど言わないの？言わない。あの普通普段はあのスキンヘッドじゃなくって、つい今カツラないんですけど普段はカツラをかぶって生活しているから、うん、あのまあまあ、病気だっていうことはわからない、言わなきゃわからないから、ね、うんうん、だから言う必要はないんだろうなと思って言わない。うん、うん、ただその最初に就職するときに、いや、カツラをかぶって就職するのか、スキンヘッドでもスキンヘッドとか帽子のまま勤められるようなところに勤めるのかっていうのは悩んだ。うん、うん、ごめん、どういうこと？だからあの、まあ、私もともとバスガイドだったんだけど、うんうんうん、バスガイドだとスキンヘッドか帽子はまずいでしょ、うんうん、だからウィッグ使わなくちゃならないじゃない、うんうんうん、でもほら、例えば工場とかなんか運転とかその配達の仕事だったら女性でスキンヘッドで帽子でも勤めさせてもらえるだろうなと思って、 で最初にその就職するときにどっちの道を選ぼうかなっていうのは悩んだ。なるほどね、うん、でもまあ私はやっぱ人と接する仕事が好きだからウィッグ使って生活していこうかなと思って。うん、なるほどなるほど、うん、あ、そうね、うん、そういう考え方も確かにあるかもね、うん、どっちで行くみたいな、うんうんうん、という、もうフル株のゲストさんでもみんなそれぞれですよあ、まあね、だから全然全然年齢層高いよね。え、そうだねえ、何何の、え、出演者のそう、インターン生がギリギリ両端から支えているけど、もうだ、随分そう、人生的にはベテラン組が集まってるからさ、いろいろあった末にここに至ってるからさ、今だから悩みの渦中の人はなかなかね。そうだね。いやいや、でもね、そういうのね、ずっと乗り越えてる。そうそう、いろいろあってもここに至ってるから、なるほど、今ここ、もうだから大抵の悩みは悩んでるし、うん、で大抵の壁は越えてるし、そうだ、ね、もう今これからどんな質問コーナーが始まってもね、そう、どんな質問コーナーが始まってもね、じゃあちょっと質問、かなり幅広い答えができると思うよじゃあちょっとそんな質問をぶつけてもらいましょうか、うん、ということで NHK さん的に本日は NHK さんのバリバラさんの方から私たちの挑戦状、仕込みがあるから仕込みじゃない、挑戦状だから、いろんな質問をなんかぶちまけてくるらしいんで、早速質問の方をお聞きしてみたいと思います。あ、すいません、今準備中だから、今準備中だからね、ありがとうございます。今みんなには見えてないけど、みんな見えてるの、みんな見えてる、これ、うん、みんなには見えてませんが、あ、なんとなく We are 親戚、え、 We are 親戚、
いいですか、はい、すいません、どうもバリバラ MC の山本修です。イエイ。さあ今日はですね、見た目問題当事者の方にどうしてもお伺いしたいことがございます。まず一つ目は、人生で一番辛かったこと、辛かったということをぶっちゃけ教えていただけないでしょうか。そしてまた、今ならそれをどうやって乗り越えますか、ぜひ教えてください。 We are 親戚。何それ。いいんだよ、分かった。この界隈だけ分かれば、週3界隈で分かればいいんだよ。ということで、今質問ちゃんと聞いてました。聞いてた聞いてた。人生の中で、今までの中で一番辛かったことは何ですか。今そしてその辛いことを今だったらどうやって乗り越えますか。乗り越えられなくて折れちゃったんだよね今回。分かったよ。そんな話は後でゆっくり聞くからさ、飲みながらね。ということで、今までの人生の中で一番辛かったことは何ですか。見た目問題でね。まあ、一応見た目問題の当事者の皆さんへって質問だからね。いやだってそれはさ、幼い頃に親が死んでとかっていう話も辛かった話かもしれないけど、そんな話はないです。見た目問題でね、はい、うん、いやどうでしょう、考え込んじゃってるけど。じゃあある人ある人じゃあある人、つらばなある人、つらばないける人、思い出した。つらばな、やっぱり私はやっぱハゲかな。え？どういうこと？どういうこと？いいね、この結論先に言ってぐっとみんなの心を掴んでくるわけですよ。どういうこと？どういうこと？何？何？かなってどういうこと？やっぱりその髪の毛が、うん、まあ元々は私あったんですよ。ああ。まあ、徐々に抜けてしまって、うんうん、で髪の毛、自分のある髪の毛だけで隠せなくなって、だんだんその地毛が見えてきちゃった時に、うんうん、やっぱりあの。ハゲって、そこハゲてないって周りから、うん、周りから言われたのが一番辛かったですね。二十歳の頃だっけ、二十歳の時に、ね、発症したのが ね、うん、ね、人に何か言われるっていうのはやっぱね、うん、刺さるよね。そっか、直接言われるんですか。直接、ひどくねえ、マジひどくない。え、なになに、ちょっとその当時で岡村さんか、うん、はい、岡村さんちょっと頭ハゲてるよって言われるの。そう言われたの、うん、マジか、二十、うん、歳の頃に。いやでも悪気ありなしもあると思うよ。あ、だってさ、そんな深く考えなかったらさ、ねえここハゲてないってなんか日常会話で言うことも多分あると思うよ、うん、それは普通の子でもあるよ多分。それってさ、まだ小さいやつだったの、いわゆる10元ハゲみたいな、まあ、このくらいは。あ、そんな小さくないね、うん、じゃあ意図的かもしれないね、うん、これはね。でその時はどうしたの。その時はへへって感じ、もう笑ってごまかすしかないから、うん、受け流し系だよね。心はもうぐさぐさ。そっか、うん、まあ、その時はこう 笑ってっていうか、うん、まあもうそれしかないみたいな、うん、なるほどね、うん、で今だったら、今もし言われたらどう反応するの。フルボッコだよ。今だったら、うん、あの逃げるね。あ、逃げる。今だったら逆に逃げる。え、逃げるってどういう。笑ってごまかさないで。うんうん。うん、あのもう逃げちゃう。え、どういうふうに。走って。走って。え、岡村さん。走って逃げるか号泣。その場で。うん、なんでそんなひどいこと言うのって。え、それはその。ある意味の反撃として、うん、うん、ある多分その時はなんか笑ってごまかしてしちゃったけども、今だったらだって辛いって言っていいっていうこともわかるし、あえて本当の自分を出すっていうことをするんだ、うん、私すっごい今傷ついたっていうのを相手に伝えるわけだ、うんうん、そりゃすごいな。なるほど、今だったらね。でもやっぱり当時はできなかったな。そうだね、笑ってごまかすしかない。へ、うん、今だったら号泣するね。号泣する。なるほど、うん、それはさ、新しい言っちゃった方もさ、えショックを与えるよね、うん、あっ ごめんなさいってなるね、うん、あ、なるほど。それはそういう対処をして自分が楽になるの、自分は自分は多分楽なんじゃないのかな、うん、もうショックを受けたらショックでしたっていうのを、うん、傷ついて、うん、
傷つくことは悪くない、うんうんうん、でもそれをごまかしちゃうからおかしくなっちゃうわけであって、なるほど、うん、多分その傷ついたら傷ついたでいいんですよ。なるほどね、うん、これは深いな。深いなんかだからその壁を越えたかどうかは定かではないが、変わったことはあるってことだよね。対処法は完全に変わったね、うん、でしかもそれによって自分は多分楽なんだね、その時よりも今その対処法、ごまかした自分の方が辛かったんだよね。そうそう、うん、はあすごい。僕今ね、うん、道歩いてると、うん、道歩いてさーって結構僕歩くの早いからさーって歩いていくの、うん、そうすると追い抜いた親子の娘の方からピンクの頭っつって、そういうこと言うのやめなさいって言うのを背中で受けてってなってる。それはだって僕的に言われて嫌なの。僕はだってもう目立ちとおうと思ってピンクにしてるからね。そうだよね、言われて嫌じゃないもんね。あとはだからもうやっぱ幼女にもモテたって思って少しピンク可愛いとかよく言われる。昔さ、白いのを染めた時期ってないんでしょ、その子供の時代とか。子供の時代はない。中高生とかのいわゆるその時代は、うん、そうそう、なんかその隠すために染めたことは一回もない。ないんでしょ。遊ぶために染めたことは何回もあるけど、その当時になんか白いとかって言われて傷ついたりとかないの。白いって言われて、うん、そうだよなって思うからね。あ、そう。いや、それこそのぶちゃんは途中からっていうのが結構キーワードであったけど、僕も生まれつきずっと髪の毛白いから、そっかそっか、ずっと髪の毛白いよねっていう。だから、ね、白いねって言われてそうだねっていう感じなんだ。白いねと言われること自体は別に、あ、でも白髪って言われるのはあんまり好きじゃなかったね。あ、僕どっかでね、白髪ではなく白髪と読むってどっかに書いたことがあるんだけど、へえ。僕はだから嫌な言葉の響き的には、白髪ってこれを言われるのは嫌だっていうのあるね。白髪とか白いはいいんだ。白髪、白い髪、いい、意味一緒なんだけどね。あ、そう、なんかやっぱちょっとあるのかしらね。それは分かる気がするの。分かる気がする。なんかウィッグはいいけどカツラ嫌だとか。ああ、そういう感じ、多分近い。なるほど。言ってること一緒だよ。うん、どっちの言葉選ぶかだけなんだけど、こっちの受け取り側的に好き嫌いはある。まあ、言っちゃダメとは言わないけど、やっぱちょっと言われていい気持ちしないみたいな感じか。なるほどね。白髪って白い髪。うん、うん、そう。マサウミさんもさ、生まれつきなわけじゃない？そういう意味で言えば同じじゃない？そうですね。どうなの？自分そう考えてみるとあれかもしれないですね。やっぱり最初からなんで、ちっちゃい頃、その幼稚園頃からもう、うんうん、周りからこう言われ続けてたので、その顔どうしたとか、うん、死ねばいいじゃんとか。今急に重いワードぶっこんできたけど。幼稚園で言われるの？言われる。5歳ぐらいの記憶がそれですもん。マジで？近所の大人の人からそういう声言われるから。大人から？ひどくないですか？なんてひどいの？そう、同級生とかからだったら、なんとなくね、ゴンバカメっつってね、なんか納得できるんですけど。タコ殴りだよね。ねえ、うん、大人が言われちゃうから。真面目に。そう。その顔なんなのって。そう。柄の悪い土地なんじゃない？ああ治安が悪いです。そうきた。土地柄が悪いんだ。土地柄そんなに悪くなかったんじゃないかな。でも言葉以外とかになんかあんの？ぶっ飛ばされたりとかなかったので、人生最もショックだったこと、うん。人生で一番辛かったことはってレモンさんが聞いてる。と、いや、その頃だと思いますよ。今から考えてみると、その5、6歳の頃？そう。小学校入る前ですよ。うん、そうだよね。そう。へ、いや、僕はね、大人からはなかったけど、うん、同級生とか、まあ上級生とか、ね、あと下級生かな。ああ、うん、同じ学年じゃなくて、うん、小学校とか言えばその前後ね、うん、ああ上とか下とか、で名前で呼ばないでね、ハゲって呼んでくる。ああ、いや、あの、僕には名前があるんで名前で呼んでくださいって、ハゲっていう名前ではありませんって、ね、言ってたんだけど、ね、もう全然聞かない、ハゲで結局どうして、ハゲって無視し続けると、まあなんか物を隠したりとかね、あ、いじめにどんどん展開してくるんだ、うん、クソ野郎と思で最終的にタコ殴りしたら、まあ、タコ殴りはまあそんたかしなかったね、まあ、今ならやってもいいよ。その当時はなんか、うん、超えたりしたの？いや、その時はまあね、泣いて打ち返るぐらいかな。ああ、うん、
今だったらどうしたらよかったか、うん、今だったらね、法的手段で訴えるそれはまあ私がもう大人だからね今子供だったら、うん、え今子供だったら今の俺がさ、うん、その子供時代の俺に向かってなんかこう、うん、アドバイスするとしたらさ、法的手段に訴えろって、そうやっぱそうなるね。あそう、うんうん、あ法的、つまりそれはなんでやっちゃいけないことだっていうことを社会的に認めさせたいっていうことなのかしら、うん、まあね、まあ人としてね、そんな 見た目でそういういじめたりからかったりするのはまあ 人として情けないことだろうっていうのはね、うん、思い知らせてやりたいよね。なるほど、うん、あ結構未知攻撃的だね、うん、結構、ね、結構ね、たまっやっつけてやりたいなそういうタイプなの。結構たまってんだよ。あもしさ、その時のどうなんて、その人に今大人になってから出会ったらどうする、うん、いやもうね、もうどう反撃しようとかそういうのはもうないね。あそれはない ないけど、うん、いやもうその昔の過去のことはなかったことのように付き合うつもりも全然ない。あ、うん、なかったことにはしないわけだ。しないね。なるほど、うん、うん、まあ、見下げ果てた野郎だなとはもう心の中で、うん、思ってる。なるほどね、うん、結構あるもんなんだね、うん、いや怒らせると怖いよ。怒らせると怖い。ミチはね超高学歴だからね、法的手段に訴えられちゃうよ社会的に抹殺される可能性がまあ法的手段か。なるほど、そういう風に戦うわけだ。でも本当そうだよ、今厳しいから。もう対企業だったらコンプライアンスでぶちのめせばいいわけでしょで個人だったらもう本当に差別人権とかでぶちのめせばいいわけでしょ。もう本当に悪いやつはもうぶちのめされるから。悪いやつはぶちのめされるわけだ。気をつけないといけないよ。じゃあ正文さん、その子供の頃さ、大人から言われたわけでしょ。そうですね。でまあ5歳の子供は対応できなかったと思うけど、はい、今だったらどうするよ。今だったらもうね、暗いところでそう、暗いところでなっちゃうかもしれませんね、どうにか。あ、本当、うん、そんな風に戦っちゃう。うん、ちょっと頭はね、良くないんで私。そう、やっぱりなかったことにはしない。うん、ちょっとね、うん、思い出しますよ、今だに。今でも思い出す。そうですね。その頃の、なんだろう、その頃の子供の頃の自分に対してどうアドバイス今ならするかっていうことでしょう。そう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 、ね、うん、まあいじめてくるやつはいるけども、なんかこう自尊心は高く持ってろよってね、言う、その子にね、どっちが間違ってると言ったらあっちが間違ってるんだから。ああ、なるほど、うん、お前はなんだろうな、うん、本当に自尊心高く、うん、生きろよって、うんうん、伝えたいと、うん、恥ずかしい生き方してるのはあっちだと。なるほど、うん、っていう。正文さんはその子供の自分に何かアドバイスしてあげるとしたら、だってまだ5歳だからね、うん、暗闇に連れてくわけにはいかないんでどうすればいい。まあそういう時期なんだよって。そういう時期、ね、多分そういう時期だから、うん、まあ、やり過ごせと。10年、20年ぐらいちょっと待ってみなっつって、もう、うん、なんとかなってるからっつってなるほどね、うん、今そういう時期と。そうそうそう、でももうちょっとしたらそれはなくなるよみたいな感じ。うん、なくならないかもしれないけど、まあ、そんなもんだよっつって、うん、人生そんなもんだよ、ね、なるほどね、そういうふうに言ってあげると、はい、まあ、大体そんな感じだって。みんな辛いことはそうやって今だったら対応するという感じですね。何いや、ただだからその周さん的には何を得たか分かんないけど、多分そんな別に超えてないっていう。まあ超えてないんだよね。分かりやすく壁を超えたりしてないんだよって話。みんなよく言うもんね、乗り越えてないってね、うん、なんだろう、乗り越えるものじゃない。なんかクリアされるもんじゃないからね。そうだよね、ずっと持ってるし、ずっと一緒だし。あ、その症状ね、なんか治ったとかあったらさ、うん、終わりが来るのかもしれないけど。まあね、別にずっとあるしね。で、人
と接し続ける限り、その同じことが繰り返されてくるでしょ。そう言ってくる人は今後もいるだろうし、うん、そしたらだからその時にショックを受ける自分もいるだろうし、何もクリアはされないよね。クリアされないね。クリアされないけど、対処の仕方みたいのをなんかこう自分なりにこうなんて言うんだろう、得ていくみたいな感じ、うん、ただやられっぱなしで終わってるわけじゃなくて、なんかこう対応の仕方をか何なんで笑うの、そうそう私おかしいこと言った。そうそう、いや真面目な話しちゃったな僕って思う。いいじゃない。でも僕はだから、うん、よく出してるけど、うん、僕はある意味では完全な対処法だからね。何がエンタメにするが、あ、どんな状況でも面白い方に転がれば僕が満足するから。だからさ、何でもいい。カズヤさんの場合もそうだし、みんなの場合もそうだけど、周りが変わってるわけじゃないんだよね。そう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 、周りは変わらないわけでしょ。周りな、そんなね、世の中社会を変えるとかね、政策提言をすれば社会が変わっていくとかね、そんなことない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 。いえいえ、人間世界を変えます。みんな人間なんだから。みんな人間だから、変わるのにはまあ時間はかかるというわけで変わります。変わっていきたいと思います。自分の気持ちの落としどころとか、そう、ね、なんか返しとか、うん、何を自分の中で良しとするかっていう、自分の中で何か見つけていくんだよね。別に壁なんか越えないという。そうだね、いつもこの質問をいろんなメディアとかからされて、いつもこの返しをして、いつもみんな問題が、見た目問題っていう問題があるとしてね、うん、それと、まあ、一緒に生きていくなんか術をだんだん身につけていくっていうかな、なんかこう、まあ、そういう問題を抱えるのが結構生きるの大変なのが、それがまあその問題と一緒に生きていくのがだんだんうまくなっていくっていうかな、そういうことなんじゃないかな。共存だよ、共存、共存。そう、それは確かに、この皆さんの話を聞いてると、まあ、ここにいる人たちだけじゃなくて、だいたい当事者さんにこう聞くと、そういう感じの答えをみんなするので、それは本当にそうだと思います。ということで次の質問、第2問。あれ今ね、ロックかかっちゃうから時間かかって、ごめんなさい、時間経っちゃって、はい、さあ続いて2つ目でございますが、当事者の皆さんはあんまりジロジロ見ないでとよくおっしゃいます。その気持ちよくわかります。でもぶっちゃけ非当事者のみんなはついつい見てしまう。このついつい見てしまった時、どういう対応を取ればいいでしょうか。ぜひ教えてください。でもこれさ過去にやってるでしょ、ユーストで。やってるね、このテーマ。まあだからよくっていうことは、なんていうの、当事者さんじゃない人たちが常にそこにぶち当たるってことなんだよね。結局変わりはしないんだよ、うん、毎回大体聞かれるから公園行ってもそう、毎回大体質問何かありますかっていうと出てくる質問だったりもするので、それは皆さんそう思うことなんで、だからもう聞かれるたんびにボケを考えるのが大変大変で、何か面白いこと言おうと思ったらもうボケなくていいんじゃないですか。パターンがなくなっちゃうんで。まあでもさ、実際、まあ、ルビナも確かに見られるとは思うけど、どうかな、やっぱり正海さんが一番ジロジロ見られるわけあるんじゃないの。まあそうだよね、ウィッグつけちゃえばだって分かんないところあるでしょ、脱毛症は。どうすか、ジロジロ見られると思いますけど、はい、まあ、この質問は多分見ちゃう側の人たちはどうしたらいいですか、ね、ついつい見ちゃうんですけどどうしたらいいですかっつって、あの見てもらっていいです。むしろ、はい、見ちゃうもんね、だってね、見たらいいんじゃないですか。結構ジロジロ見られたら、まあ、気分良くはないよね。ジロって感じあるじゃないですか。もうこうなんか、そこまでじゃなくて、なんかこうチラッとチラッと見てくれたら嬉しい。あれ僕はまさみさん、僕さ、何年か前のユーストでやってたことをすごい今思い出したんだけど、何僕そのジロジロ見られる件について多分巨乳の話をしてると思うの、はい、僕すっごいおっぱいフェチ系なんだけどさ、な道を歩いててさ、こう歩いもうすれ違うまでの間にたわわなのか揺れてんのか分かる時とかあるわけじゃん、弱視の僕でも。そしたら僕見ちゃうわけじゃん、こうおっぱいを、もうそれ逆にそういう時僕どうしたらいいですかって感じだよね。女性の皆さん逆にどうしたらいいですか。僕はおっぱいをついつい見ちゃうんですけど、どうしたらいいですか。それと同じレベルの話ってこと。そうそうそう、結構似
ってるわけ、ついつい見ちゃうわけで、ついつい見ちゃうわけだからさ、それさ、私もだからそう言われたことがあるわけ。え、巨乳？違うよ私はほら元彼が当時さんだったけど、やっぱりこう見られて不愉快じゃないのかみたいなことを聞いたら、いやいやだってさ、もしキムタクが街歩いてたら見るでしょうって言われたわけ、うん、それは確かに見るって思ってさ、同じって言われたのね。そうそう、同じなの？僕はおっぱいとか太ももに関しては思うけどさ、うん、そうなのかな。いやだってついつい見ちゃうものってあるよ。そうだね、しょうがないよ。それはしょうがないで納得できるの？いやなんか多分当事者あるあるだと思うんだけど、例えば私この見た目で歩いてたら、まあ、ジロジロ見られるかもしれない。ウィッグつけないでね、うんうんうん、でも私自身はこの、まあ、スキンヘッドでもウィッグでも、うん、あの今この状態を髪がある人と同じように接してほしいんですよ。髪がある人と同じように接してほしい、うんうんうん、でもな、なんだろうな、うんうん、あの明らかにそのな、何あのこの人気持ち悪いとか変っていう 目で見る人は分かるんですよ、うん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 、まあ、いわゆる白い目で見るみたいなのあるよね、うんうん、そうそう、白い目で見てくる人は分かる、うん、でもそのチラッとつい見ちゃったんだな系の人はなんとなく分かるんですよね。悪気がある系のそのジロジロ見ちゃうのと、うんうんうん、悪気がないくてジロジロ見ちゃう人の区別がなんとなく分かる、分かる分かる、うん、なんとなくじゃなくてすごくよく分かる、分かるよね、すごい分かる。だって女性も結構さ、あ、私の胸見てるわっていうのに気づくって言うじゃん、うん、まあ、見せたい人もいると思うあ、でもだからそっちはそっちでだからほーら見てる、ほーら見てるっていう視線を感じてるって言うじゃん、まあまあ、胸もそうかもしれないけど足もね、そうそう、足もそう、すごいあの綺麗な人で出してて見られていることを知ってるっていうか言う人がいるわけじゃん、うん、だからもうこちらはどうしたらいいかって、うん、むしろだからじっと見ていいですかっていう話ですよね、うん、だからさ、そうなってくるとさ、もうさ、マナーの話なんじゃないのっていう感じで、うん、いやだってそうでしょ、胸もさ足もおいくら出してるとはいえその見方はないだろうっていうのだったらダメなんじゃないみたいなさまあそういうじゃあマナーっていうか、まあ礼儀のある見方だったらいいみたいな感じ、うんうん、っていうか、まあ、まあ、どうしても見てしまうのは分かりますっていう話でね、うん、どうしてもあってチラッて見ちゃうのは分かりますっていう、うん、でそこからね、そこから普通に接しようと努力してるかどうかはね、分かるのものよ、うん、こっちからは分かる、うん、分かる、悪意があるかなしかは結構分かるよ。なんかね、嫌悪感って伝わるんだよね、うん、伝わるね、うん、それは分かる。思わず見てしまうっていうのはそれはね、ありでね、まあいいよそれは、うん、でそこから、あ、この人普通に接しようと頑張ってくれてるなっていうのはね、分かる、うん、いや、まあ、でもさ、なんかこう、まあ、本人じゃ、私は当事者じゃないから思うのかもしれないけど、人って自分がその人のことを見たら相手がそれを感じるかどうかっていうのにすごく鈍感だと思わない？なんていうの、視線っていうものに対する考え方がすごく鈍感な気がして、見てる側が見られてる側の気持ちが分かんない。そう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 、見られてるのってすごいよく分かるでしょ、うん、でも見てる人ってさ、自分がチラッと見てるやつなんて向こうはそんなに気づいてないぐらいな感じでいるわけね。そうそうそう、チラ見でバレてない、バレてないって思ってるんだよね。持ってるよね。だけどチラ見もすごい感じるじゃん。だそこはさ、ちょっと知ってほしいなって思うわけ。でもたまに自意識過剰の人もいるけどね。見てたでしょって言われてるし。さすがに見てないよ。さすがに見てないけど。でも私やっぱもうちょっとそこはみんな知ってほしいと思うよ。全然ちゃんと見ないように誠意を持って普通に階段登ってるのに、すっごいこうこうやってお尻のところこうやってやる人とかいるじゃん。もう見ないようにしてるからっつって。じゃあ本当に当事者さんも自意識過剰だっていうことの人もいるかもよ。まあ、人もいるかもねっていうぐらいでしょ、うん、まあでも私はやっぱちょっともうちょっとみんなが見られるっていうのには実はものすごく感じるんだっていうのを知ってほしいなと思うよ、うん、それはお母さんがさ、よくさ、俺見ちゃダメよとかさ、あるあ、そっちの方がなんか、うん、うわーっていうね、そっちも嫌だよね、うわーって、ね、もうそんなくらいだったら見てよみたいな、子供がさ、はーって思った時にさ、ダメみたいな感じでしょ、そうそうそう、見ちゃダメとか言って、そうそうそう、見ちゃダメってね、だって僕はね、ピンク可愛いって幼女に言われた時にもう微笑み返しですよ、ガッツポーズありがとうなって思うけど、なんかやっぱ、あ、すいませんみたいになるじゃん。それピンク可愛いだからいいけどさ、あの人白くて変とかって子供が言っちゃったら親もさ、はぁって思うんじゃない。いやだから
場合によってはそこがチャンスだよね。お、どんな、もう教育者としてさ、親はさ、うん、ね、子供たちを作っていく立場として、うん、もし子供たちが、うん、あの人変とかって言ったら、うん、何言ってんだかっこいいじゃないかって一言親が言ったら、逆に親の株超上がるし、子供も多分まっすぐ育つじゃん、なんか、うん、あ、そっかっていいこと言うじゃん、違うことが変なんじゃなくて、うん、違うことも認められるんだみたいな教育になるかもしれない。まあそうだけど、だって無知は責めないわけで、子供は分からないわけだから、変だなって思うから変だなって言うわけじゃん。でもかっこいいっていうのもちょっと言えないかもしれないよ。じゃあどうする？総空を。どうしようか。まあ、かっこいいはちょっとね、かっこいい人だったらいいよね、かっこいいって言えるけどさ。お、なに、かっこ悪い人のことを見た目で差別するのかなんだ。なんだそれは。なんて言おうかね、子供があの人変って言っちゃったら親はなんて言えばいい？うん、この間なんかあのうちの集まりでそういう話が出たんだけど、うん、なんかやっぱみ体のことを言うと悲しい思いをする人がいるから、うんうん、ね、なんて言ったんだっけ途中まで言っちゃダメ、言っちゃダメっていうか悲しい思いをするんだよって、うん、あ、うんうん、難しいとこだな、うん、あ、でもあの今あのチーフマイフェイスマイスタイルのチーフの息子が3歳半、もうちょっとで4歳ぐらいになるんだけど、ああ、こんだけ家に出入りしてるじゃん、当事者さんが、うん、いろんな当事者さんが、うん、でも赤ちゃんの時だったからあんまり今まで関心なかったみたいなんだけど、うん、今ちょっとこう自我が芽生えてきた年頃で、うん、気になりで始めたのよ。で例えばね、正美さんみたいな変わった人ばっかり来る、変わった人ばっかり来る、違うのよ、正美さんの顔見て、保育園にいないタイプの人ばっかりいる、そう、あのお顔どうしたのってやっぱり気になって、気になったからやっぱ聞いたの、お顔どうしたのって、痛いのって言って、あ、で、あれはあの怪我してるわけじゃないよって、痛くないよって、でもあの赤いのなくなんないんだよって説明したら納得してたよ。おお、なるほど。いや、それでもうその後だからもう全然気にしないし、リンパ管主ののりさんが来た時もやっぱりお顔どうしたのって聞いてて、お怪我したのっていうふうにやっぱ聞いてたけど、のりさんから説明を受けててふーんって納得して、あとはもう聞いてないみたいだから、場合によってはここは病院かと思ってる可能性あるよね。うち病院やってんだ。だからね、子供も納得すれば、うん、あとはそれでいいんじゃないって思ったわけ。気になった時に説明をしてあげればいいんじゃないかなってちょっと思ったけど、見るのは構わないけど、クスッと笑われたら嫌な気持ちになりますねって。あー、笑うはあるな、まあ、笑うはもう本当悪意だからね、おかしなものと思ってるとこだからね。笑うとか、あとさ、こそこそ言うとかあるでしょ。なんかこうチラって見た後に隣の人とかにあるよね、まだみたいな。すっごいよくわかるよね。あれはさすがにやっぱりそれこそアウトって思うでしょ。なんなんだろうね、あれは気づいてないと思うのかな。まあだから一緒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 、多分自分に関係ない話だったら聞こえないぐらいのボリュームなんだよ。だけどもうピンときてるから耳に入るんだよ。そっかな、うん、でもマナーやっぱそれもミッチのさっきのあれじゃないけど、人としてどうよっていうふうに思うけどな。まあ笑うはやっぱないよね。まあ笑うはないね、うん、クスクスっていうのはね、よくないね。僕全然関係ないタイミングでアメリカに行ったの、うんうん、先日、うん、アメリカ圏に、うん、でホテルにね何日か出入りしたんだけど、うん、もうほとんど全員ホテルの従業員が「わあ、おナイスエア!」ってすぐ言う。あ、そうっつって、あ、そうっつって、え、それどうやっていい、何が言いたいの、嬉しかったっていうの。僕別に、僕の場合は見られてるだろうと思って暮らしてるから、うんうんうん、見たんなら見ましたよと正々堂々とそっちもいれば、あ、なんか陰でこそこそとかクスってやなって、見たとか見てないとかって言うんじゃなくて、ナイスヘア、あ、見たっつって、おわーとかって言ってたら、別にもうどっちも隠し事してないわけじゃん。ああ、わーとか、そっちね、うん、まあ確かにね、なんか後ろめたさが、あ、見てる方がそう、うん、なんか相手の触れちゃいけないところ見ちゃってるけど、あーとかさ、なんかこっちもなんか見られたくないけど見られちゃって、あーとかさ、いろんな後ろめたさがこじれてるような気がして、どうなんだろうね。それこそさ、ちょっとそういう当事者さんとかを見かけた時になんかくすって笑っちゃうとかっていうの分かったりする、く
それ分かんない。笑うのは分かんない。笑うのは笑うのはやっぱ相当心がひどい人かもしれない、ね、そうか。でもちらっと見ちゃうのは、うん、私も電車の中乗ってて、うん、あのこう、まあ、座ってこうなんか本読んでるかこう携帯やってるかやってて、うん、目の前に来た女の人がなんかスキンヘッドの人だった時があったんですよ、うんうんうん、で、ああと思って、いやでも見ちゃ、ああ見ちゃいけないんだな、どうしようどうしようみたいに葛藤してた時はありました。だからどうすればいいんだろうみたいなのは確かに思うっていうのはありますね。あ、こちゃんは私もやっぱりこう街で歩いてて、ああの人あるのじゃないかなとか、最近なんかこういうインターンやってるんでいろんな症状、あこの症状だみたいな感じでなんか逆に見ちゃう、逆に見ちゃう、逆に発見しに行っちゃう、ね、あいたいたいたっつこの人絶対こうビッグでしょとか、うん、それもなんか見ちゃってなんか悪いなみたいな、二度見しちゃってすごい最近罪悪感があってごめんなさい、なんかいや全然あ、まあ、知ったら知ったで気になることもある、別枠だから別枠そうそう、まあ、でもじゃあチラッと見ちゃうことにはそんな罪悪感持たなくていいよっていうことかな。あ見ちゃう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 、ついつい見ちゃうのも知ってるっつって、そっか、そう、おっぱいと一緒だから知ってるよと、知ってる知ってるよと、ついつい見ちゃうのは知ってるよ、相手も気づいてるからっつって、OK、でもそこまでは認めてるからなるほど、ただすごいいやらしい目でおっぱいを見るかのようにひどい悪意を持った視線を向けてるとそれも気づいてるからそれは痛いよ、うん、そうだね、なるほど、というじゃあシュウさんに対するお答えはそんな感じだ、We are 親戚、はい、いいねという感じで、じゃあ第2問も終わりましたというところで、あもうそう NHK さんからディベートコーナーぶっ込めって言われてるから最後ね、これ難しいよね、人は見た目じゃないに賛成か反対かっていうことなんだけど、これ黙っちゃう、難しいなちょっと待って、人は見た目じゃ、いやもうもっともうちょっぱなからディベートとか突き崩していきたいけど、何どういうふうに、人は見た目だけじゃないっていうのは僕は思うの、人は見た目だけじゃない、そうね、そうそうそう、でも人は見た目じゃない否かだと見た目でもあるとは思うし、あるよね、でも見た目だけじゃないっていうのは分かるから、見た目だけじゃないよねとは思うよね、まあ、見た目だけじゃないよね、だって僕はやっぱおっぱい大きい人もおっぱい大きい人が、ちょっと待って、人はさ、人は見た目だけじゃないにはさ、逆に言うと反対する人いないでしょ、でディベートになんないじゃん、人は見た目だけじゃないっていうのには反対する人いないでしょ、うん、じゃあ人は見た目だで、うん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 、賛成か反対か、人は見た目だ、そうそう、え、それいいよ、人は見た目だ、これは厳しいな、人は見た目だ、まあ、賛成反対、じゃあケツ、ちょっと待って、あとね、25分ぐらい考える時間が欲しいよ。これね、人も言えるよね。そう、人は見た目だ。もう厳しいな。それもどっちもあるな。いや、じゃあ、ターゲットをさ、作ればよくない？ターゲット？例えば？女性4、男性3みたいな感じだから、例えば、うんうん、結婚するなら見た目だとか、友達になるなら見た目だとか、あーなるほどね、なんかどっかにターゲットがあれば、あ見た目だとかだといい、あ分かった、じゃあさ、友達になるなら、友達をにこう選ぶなら見た目をすごく重要視するかってことでしょ、いやでも友達はさ見た目では選ばないからさ、分かんないよそんなの、えやっぱり見栄えのいいのを連れてみんなと一緒にいたいって思う人だっているんじゃない、いやそんな人はいないと信じる、どこを信じてるんだよ、やっぱりさ分かんないけど何を信じてるのかよく分かんないけど、じゃあ付き合うならでしょ、付き合うならいいよ、じゃあ付き合うならで、付き合うなら、付き合うなら見た目が最も大事ってこと、見た目から、見た目からってことね、付き合うなら見た目から、賛成反対、付き合うなら見た目から、これも厳しい質問だ、付き合うなら見た目から、じゃあ僕は素直に、うん、じゃあイエスにする、うん、やっぱ見た目で好きだなって感じるところから始まるから、そうだよね、僕は見た目でスタートするもんだと思うよ、で見た目が好みで性格がひどかったら、うん、わー引
くわってなるし、うん、ねでも見た目からだよね。見た目から、見た目でグッと来ないと性格を知ろうとまで踏み込まないし、うーん、そうなんだよね。そこ結構、あ、それどう思う？うーん、もう素直に行こう、素直に、素直に行こう。マザミどうよ。まあでもその通りだと思いますよ。見た目からでしょうね、うん、うん、それ好みの話だよね。でも多分、うん、好み、見た目、この見た目、好みの見た目だからグッときとか年上好きとか B 線とかいろいろあるってこと。うん、まあそれもあるし、うん、なんかわかんないけど、もうちょっと細かく、一重が好きとか二重が好きとか、塩系、前髪重い系男子っていうね。まあでもそうだよね。ただ好みに当てはまらないとスタートしないよね。でもさ、こう見た目問題の見た目って好みとはまたちょっと違くない？例えば、ね、一重が好き二重が好きと、二重なのか一重なのかとあざがあるないって、また別に一重でもあざがある人とない人いるわけだしさ、っていう、なんか結構、いや、ちょっとそう、複合的にするのはおかしいけど、話が難しくなっちゃった。でも、うん、問題としてはそう変わんなくない？そう？垂れ目の子が好きなんだよねっていう人、うん、と、うん、髪の毛がツヤツヤな人が好きなんだよねっていう人と、あ、髪の毛がな、例えばロングヘアの子が好きだとか、顔がつるっとして女の子みたいな男の子が好きなんだよねっていう人とか、そうだね、難しい、色黒でがっちりした人が好きなんだよねとか、だからさ、これさ、もうさ、人は中身が大事なの、もうそれは通りじゃん。だけどやっぱり見た目もぶっちゃけ全然考慮しないわけじゃないよね。そりゃそうだよ、ね、ぶっちゃけなんか外見外見もさ、好きになる要素としてはすごい大きいよね。そりゃそうだよ、ね、だって言ったらさ、おじさんになってきたからはわかるけどさ、見た目怖え人とはあんま近づかないもん、うん、見た目怖えから。でもさ、そう考えるとやっぱり恋愛において見た目に症状があるっていうのはすごくハンデなわけ。だからそれは、うん、まあそうだよね。マイノリティとするのであれば、普通と違うことが嫌だって思う人がたくさんいたら、見た目で人付き合いが少ないとかはありえるよね。これも難しいよね。たくさんの人にモテたいのか、自分がこの人って思った人から好かれればいいのかって多分また違うよね。ただね、これでもうほじくり返したいけどね、戸川博子はずっと見た目問題を持っている人が好きだってずっと言ってたからね。そういうわけじゃないよ。変態性だよね。別に私見た目問題がある人が好きなわけじゃないもん。見た目問題ある人にグイグイ惹かれてっちゃうっていうか、見た目問題の当事者さんってすっごい人として面白い人が多いからグッときちゃうんだよねっていうだけの話で、結果見た目に症状があるだけで、この見た目の好みで、でその結果的にその人と付き合うかどうかっていうのはまた全然かなり、あ、また違う、別問題よ。現実は、お、来た、うん、うん、だってこれだもん。それは、それはなかなかコメントしづらいじゃないか。あの、現実はね、まあ、当時はね、僕の、まあ、好みとしてはね、うん、まあ、藤原紀香みたいなね。ああ、なるほどね。スタイルもいいし、やっぱおっぱいだよね、やっぱり。あの当時は好きだったのよ。そう、キリッとした顔だしね。うん、なんていうの？でもね、実際付き合ったのはね、まあ、このこういうタイプよ。好みのタイプ、見た目のタイプとは違う。うん、つまりさ、うん、憧れっていうかさ、うん、自分の好きな、なんていうの、うん、あるじゃんね、好み、憧れみたいの。それと現実の恋愛は違うっていうこと？わ、うんうん、かった。だからここら辺は結婚できないんだよ。見た目大事だとか、なんだかんだ言ってるから。ああ。って言われちゃった。ここに至ってないんだよ。結局ここら辺は見た目とかから選んでるんだ。そう、まず 人が10人いたら見た目で絞ってっていなくなっちゃうわけじゃん。もうなんか、でもここは見た目はあったけどそれとは関係ないところで出会った人を大切に育んだわけでしょ。人としてどうなんだって話になっちゃうじゃん、それじゃあ。そう。まあでもそう、みっちー言う通りだよ。実際の恋愛とそういうなんかこう空想のっていうかさ、憧れとかさ、
そういうのとはまた違うって話だよね。うん、人生は結構違うよそれは。そうだね、うん、年齢にもよるよね。だからさ、うん、その思春期の頃はやっぱりどうしてもその空想寄りな感じじゃん、まあね、僕終わらない思春期だからでもだんだん年を経て本当に実年齢を重ねていくとさ、やっぱもうちょっと現実的になるって。まあね、あのね、一緒にいて楽しいかどうか。あ、それ大きいよね、うん、一緒にいて楽しいかどうかね、うん、見た目が好みの、まあ、女の子と一緒にいて自分が幸せかハッピーかどうかっていう問題になってくるよね。あー、なるほどね。そう、年取るとね、やっぱり、ね、一緒にいてハッピーかどうかということになってくるんですね。うん、ね、あの見た目が好みの人と付き合ってもね、お互い年取っていけばね、劣化していくからね。まあさ、人間なんてさ、そんなにシンプルな生き物じゃなくてさ、もうちょっと複雑じゃん。だからこう感情とかさ、いろんなのがあるわけだから、やっぱり見た目だけってすごいシンプルっちゃ。でももうちょっとやっぱ複雑だったもんね。見た目はね、もうその人のなんていうか、な、特徴の一つ、うんうん、あくまで一つ、うんうんね、人格の、うん、その人の人間全体の一部、ごく一部、うん、まあね、うん、でも表に出てるところだからまあ大きいよね、うん、大きいよ。全然小さい問題じゃないと思うよ。だってやっぱり外見から、うん、だって頻尿か快便かなんてさ、体の一部だけど。え、頻尿か、もう一個何？頻尿とか快便とかって自分の体調、うん、体のことでしょ、うん、でもそんなことは大したことないじゃん、うん、でも見た目がどうこうはやっぱ表に出てるし大きいよね。大きいと思うよ。大きいけどやっぱりそこにあんまり引きずられないんじゃないの、最終的にはって思う。やっぱ私やっぱもうちょっとか自分が可愛かったらよかったなと思うんだけどそれは何だとこれ髪の毛があるないじゃなくて、あるないじゃない、あるないもあるんだけども、うん、やっぱりすごくあの綺麗な髪の毛でもっと、まあ、もほくろもなくって可愛い見た目だったらよかったなって思う時があるんだけど、うんうんうん、ああそれはうんうんうん、もうやっぱり見た目の話だね、あの見た目が可愛い子って常に可愛い可愛いってやっぱりモテるし、うん、チヤホヤもされるし、やっぱりなんか美人って得な気がするんだよね、うんうん、なんか自分に自信持ちやすそうじゃないですか。そう、自分に、うん、そう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 、私はそんな気がして、うん、それってでもさ、ないものねだりなんじゃないの。美人には美人の、美人じゃないか、美人の超美人な人には聞いてみなきゃ分かんないけど、うん、劣化とかにすごい恐怖を感じるとかさ、 あんまり感じないじゃん、そんなに劣化に対してみたいな。まあね、いや人間ね、やっぱり生きていく上でね、まあ、いろんな人間関係できるけど、うん、あの知り合って間もない頃と、うんは、あの 見た目の情報ってすごいあの大事っていうか、すごい気にお互い気になるけど、うんうんうん、まあ、人間関係だんだん続いて、うん、年単位とかで続いていく上では、うん、もう見た目、お互いの見た目って全然重要でなくなっていく。うん、例えば結婚生活でも、うん、やっぱ思春期、若い頃は大変なんじゃない、若い年齢によっても変わってくるんじゃないのかな、まあね、やっぱ若いうちはやっぱりその見た目でどうしても入るから、私とかどこ褒め、見た第一印象どこ褒められるんでしょうね。ええなんか気にぶっ壊れてるけど、綺麗だねもないし、うん、なんだろう、色白今例えば優しそうな顔立ちだなって思うよ。え、優しそうな顔立ちだなって、うん、例えば、うん、あ、そのピンクの頭いいねとかさ、なるわけじゃん。うん、なあ、まあなんで答えてるの。ちょっとずれるか、うん、いやいや、でもでも年齢によってもその見た目から入るのか、うん、見た目重視か、うん、そうでないのかって変わってくる、うん、私たちもね、あの年を、ね、取ってきたからここも入っちゃったけどあんまり見た目関係ないけれども、ね、10代20代は見た目重視くらいかもしれない。 ね、それはあるね、うん、年代はある。大学だとやっぱ同じような服装とか髪型とか雰囲気の子が集まってるから、うん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 、あ、見た目大事なのかもみたいに思う時はあるかもね。
そうね、まああるかもね。あ、今ちょっと向こうからご質問がまた飛んできましたけども、ミスコンはどう思いますかって。あ、これの方がディベートしやすいんじゃない、ミスコン賛成反対の方が言いやすいんじゃないの。あ、なんでそんな不満な顔してるの。どの角度からですか。どの角度、どの角度。いやいや、ミスコン全然全然ストレート、こうイベントそのものなのか、うん、参加する人なのか見ている人なのか。あ、まあまあミスコンっていうイベントそのもの存在じゃないですか。僕もそのもので言うとすげえ興味ないからどっちもいいんだよ、ね、興味ないのね、うん、賛成反対どっちでもない、どうでもいいって感じ。ミスコンというものどう思うって言われたら、まあ、別にっ ていう感じなのね。やってるよね、いろんなところがねつって。ミスコンっていうものが存在することに賛成反対はどっちでもない、別にどっちでも存在しているよねっていうぐらいなのね、うんうん、みんなは。いや、ミスコンはね、ま、海外ではね、こんな脱毛症の女性がミスコンで優勝したりもしてるの、うん、日本とのミスコンとそのアメリカでのミスコンはなんか質が違うような気がして、なんかアメリカのミスコンはなんかもっと体育会系みたいな、なんかもっとなんか甲子園みたいな、どうなんだろうね、うん、なんか頑張って頑張ってその人のあのなんだろう、人間性までも見てもらって、なんか勝敗っていうかな、なんかコンテストみたいな感じなんだけど、日本はなんかちょっとミスコンの質が違うように思うね。まあ、私もミスコンは全然反対じゃないし、どっちかっていうと別にミスコンに、そうミッチ言ったように症状がある当社さんが出ちゃうっていうのが面白くていいなって思うけどね。いや、あざがあったりとかさ、そういう症状がある人でもすごいスタイルが良くて目鼻立ちが綺麗でなんかこう才能あふれるような人だったらミスコンどんどん出れるみたいなっていう風になったら面白いと思うけど、何書いてらっしゃるの。うん、え、ミス見た目問題、うん、ミス見た目問題ってどういう意味。見た目問題でナンバーワンの女性だよ。でナンバーワンの女性ね、難しいな。ミス見た目問題か、誰だろうな今だったら。多分それはどの観点、どの基準で何を重要視して選ぶかによってだいぶ変わるよね。うん、でもう戸川博子がミス見た目問題はこの人ですっつって発表する審査委員長ですから。うん、うん、なるほど。あ、今だったら川除さんかな。あ、まあ知らない人には誰。そうだね。今だったらミセスだけど、なんかなんて言うんだろう。見た目問題っていうもの当事者さんとしてのなんかアピールがすごく今なんか輝いてるっていうか来てるなみたいな感じで、川除さんかな。アピなんつったらいいかうまく言えないな。さっきさ、誰かがそのあなたじゃない、さっきその見た目に症状があることを一つのなんかこうツール的な感じで自分を PR するものになんか使うみたいな。ああ、就活とかいろいろあるよ、うん、それ今一番上手になんかやってる女性のような気がする。おお、うん、だからミス、見た目問題を生かしている女性としてミス、うん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 、おお、川除さんかな、川除静香さん。結局さ、このミスを決めるとさおお、えでってなるじゃん。もうすげえ僕はその結果がよく分かんなくて、だからそれ誰が何をこう受け取るものなのかなって思って。うーん、なるほどね。システム的にはいろいろこうメディアが食いついたりとかさ、うん、あの大学系だったらメディアがこうよく見たりとか、地域振興とかいろいろあるんだけど、うん、あるならあるで勝手にやってくれていいけど、僕あんま開けないなっつって。分かりました。かけなーっつってさ。なんかツイートとかも来てます？ね、面白いのはないっす。いい感じのコメントとか入ってない？じゃあ
読まれたさ、読まれたいオーラがすごい出てるやつを。そういうこと言うな。読もうね。あざを武器に恋愛してました。逆にあざがなかったらこんなにいろんな方とゴニョゴニョなかったかも。つってね。つってね。まあねあ、うん、大丈夫だよ、うん、いいよ、うん、ちょっとじゃあ失礼。まあでもあざがあって消せない女性モデルいますよって。え、あざがあっても消さない女性モデルがいますよって。まあいるね、副反応さんいるね、うん、副反の人もいるし。あ、誰もいない今カナダだったらダンサーのダンサー、うん、ダンサーの女性、すごい黒い大きいあざのある女性もいるね、うん、時代はそういう感じなんじゃない。うん、だからもうそのミスコンについてに関してはちょっとなんか何を話してるかわからないんだって話なんですでもよく聞かれるよ、公演でも。なんでなんだ。うん、やっぱり見た目、美の追求とかそれでランキング1番とか、そう、美、美しさみたいなものを競うっていうっていうのの対極だと思われてる。そう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 、だから問題がそういうんじゃないんだよね。浅い。 でもよく浅い、ミスコンってどう思いますかとか、ミスコン反対ですかっていうふうに言われるから、いやそんなことないですって言うと、うん、みたいな感じで言われること多いよね。だってなんか多分代表もどっかで書いてるけど、別に美しいものを良しとする感覚自体は否定してないから、うん、全然しないね。美しいもの、素晴らしいものをみんな素晴らしいねっていうこと自体は別に当たり前のことだから、どうぞって感じ。さっきみやみっち言ったけど、美しいっていうのも才能の一つだからね、うん、そう、普通にそれはそれで素晴らしいことだと思いますよ。かっこいいもいいし、ね、そう、だからそれと見た目問題を受け止める受け止めらないのも全然別問題。違うよね、浅い。いやいや、それはまだまだ私たちが見た目問題っていうもののPR が足りない。まあ僕ほら見た目問題の PR してないから政策提言とか社会啓発とかしてないから、マイフェイスマイスタイルが行っている。僕数年前までマイフェイスマイスタイルで理事っていう立場でいろいろやってましたけど、今はもう関係ないんで。そうそうそう、そう、理事ではないからね。そうそうそう、まあエンターテイナーとして、アルビノエンターテイナーとして今後も頑張っていっていただければと思います。そうそう、もう堅くなにアルビノエンターテイナーでやってますアルビノ、ね、まあ、ビスコは全部作ってきたよ、ね、あのね、もうここが気になっちゃうと何も喋れないよごめんね、大きい声出して。娘ですメディアデビューだから、うん、あのミスコンはね、あの、で出場してね、選ばれようとする人たちが、まあ、いるわけでしょ、うん、で、まあ、選ぶ人たち、うん、でミスコンに選ばれた人をチヤフヤする人たちっていうの、うん、そういうのは、まあ、一つのこうなんかサークルみたいなのがあって、うんうんうん、なんかコミュニティみたいな感じのがあって、うんうんうん、でも僕はもうそこからもうなんか全然あの関心がないっていうか、うん、なんかそのかそこで完結してるこのなんかそのサイクルみたいな、ミスコンのもう全然関心がないっていうか、うん、関わるつもりもないけど壊すつもりもないし、うんうん、まあやってるな、勝手にやってればって感じ、まあ、やってこの人がミスなんとかなのかってね、でミスユニバースとかいるけど全然、うんうん、綺麗ともなんとも思わないしね。ユニバースまた独特ですよ ね、 あれね、あ、なかなかこう日本人らしくない日本人が出たりするし、なかなかこう好みがね、なかなかわからないけど、でも世界基準かはーっつってね、はーっつって、まあね、まあ、そこで確かにこう還元しちゃってるものは勝手にどうぞっていう感じだよね。 うん、そこからなんか広がらないしね、うん、一人も名前とか覚えてないもん ね、 ね、ニュースでパーって出るけどさ、ミスそれこそミスユニバース、あ、日本代表とかいるわけじゃん、うん、ゲストに呼んで聞いてみたいよね、うん、見た目問題ってどう思いますかって、うん、まあね美の追求がねどう答えするんだろうね、分かんないけど、まあまあそんな感じで。でもそうですよ、ミスユニバースとかは本当にその教育指導もすごくしっかりされてるから、うん、多分あらゆることに芯を持ってお答えする人たちだと思うよ。じゃあぜひ聞いてみたいね、うん、突撃してきて、そう、いつかじゃあなんか聞いてみて、別に意地悪な気持ちじゃないよ、なんかどういう風に見た目問題をあの人たちだったら考えるのかなっていうのは聞いてみたいなって思いますというところですかね。思いのほか皆さんいろいろ熱くなりましたが、そう、その一人いなくなっちゃった、一人いなくなりましたけどもまあまあそんな感じで本日200回目をお送りしてまいりました。どうですか、久しぶりに出られて、粕谷さん。え、
どうでした、お久しぶりの。まあだから僕がもう NHK 上ではいないぐらいに切られていることをみんなに見届けてほしいなるほど、それぐらい自分はエンターテイナーしたと。そうそうそう、いうことで民放連れてけという感じのアルビノのカスカさんではありますが、まあ、最後にそれこそ皆さん一言ずつ、一言ずつこの番組をご覧の皆さんへのなんかこうなんでしょう、メッセージとかアドバイスとかなんかそんなものを一言ずついただいて番組終わっていきたいと思います。じゃあミッチー、ミッチー、娘気になる、娘は気になる、もうちょっと絞るか。番組をご覧の、じゃあ番組をご覧の当事者さんに向けてなんかメッセージを最後に一言ずつ皆さんからいただいて終わっていきたいと思います。どうぞ。まあ明るく楽しく、つながっていきましょう。以上です。まあシンプルだけどその通りだよね、つながっていきましょう、つながっていきましょう。さあいいよ、いそっち行く、じゃあぜひ明るく楽しくつながっていきましょう。おまあでもつながっていったから今お二人がこういうことになって、もうつながっちゃったからね、そういうことになりました。さあさあどうぞ。あの明るく楽しくなくてもいいと思うので、あのつながっていきましょう。ないね、なるほどね。あ恋人募集中ってこと。あのそれガチな話です。やりましょう。まあ明るく楽しくなくてもいいのでつながっていきましょうというまさゆみさんでした。誰だ、じゃあはい、はい、見れば明るく楽しくなれます。いやそうやろ、やっぱね明るく楽しくが一番人を豊かにするしね、世界を変えるんですよ。大丈夫、もう制作提言とか明るく楽しくなくてもつながっていきましょう。さあほちゃん、そうですね、できれば明るく楽しくいろいろ状況があって、どうやってもなんかこう明るく楽しくできないようなところ時ってあると思うんですけど、まあ、そういう時も、まあ、できれば前楽しくやっていただければなみたいな、でもってつなげていければなと。そうだね、笑う角には福来たるだから、はい、まず形から入ることも大事です、さあさあどうぞ。まあ僕もやっぱりね明日から職がないから、これからどうやって生きていこうかすごい困ってる。まあ生きることに困ってる人だからね、もう2代目レモンさんとかをやって生きていきたい。じゃあレモンさん頑張ってください。この大きな声はどこに落とす、大きい声出すと泣いちゃうからほら。でも僕はもう変わらず楽しませること、楽しむことが世の中や自分を変えていくし楽しくなっていく連鎖のスタートだと思ってるんで、面白くないことはやらない、それだけでいきます。いいと思います。はい、じゃあ頑張ってください、はい、みんな終わった、最後私から私から西島さんに向けてもがっちり、まあ、ヒロコビッチなら今後もまた頑張ってやっていきたいと思います。こうやってね皆さんいろいろ出てくださいましたけれども、今後もたくさんいろんなゲストの方をお迎えして、また新しい人もたくさんお迎えしていきたいと思います。でも今日最終回なんでしょ。最終回じゃないよ、ちょっと200回なので一旦ちょっとお休みさせていただいてリニューアルを図ってまた新たなスタートを図りたいと思います。またいつか必ず帰ってきますから、いつかではありません、すぐに帰ってまいります。すぐに大丈夫です。ちょびっとだけお休み、来週じゃない、来週じゃないけど来月ちょっとお休みをしてリニューアルをしてまた新しいヒロコビッチなのをお届けしたいと思います。あ、新しいね人たちもやっぱどんどんお伝えしたいわけ、要はいろんな当事者さんがいて、そうそう、もうこのね年より若いじゃなくてもっと若い人とかね、そう若い人とかもういろんな当事者さんがいますので、同じ症状の人でもあこんな人もいる、あんな人もいるっていう感じで新しい人たちもどんどんお迎えしてやっていきたいと思います。 We are 親戚ということで、ヒロコビッチの7これ200回目でほんのちょっとお休みをしますが、リニューアルしてまた皆さんのお目にかかりたいと思います。それでは皆さん今日はどうもありがとうございました。ということで番組はこれにて終了、エンディングはソウォンジーのライブ映像でお別れしたいと思います。それでは皆さんちょっとしばらくの間さようなら、さようなら、今までありがとうございました。
ちょっとさ、はいよちょっと綿の羽根型の手が来て船の隣に住んでいた柳流れる裏路地の夕暮れの9時の向こう側夢の湯船の夢芝居なにわ節なら羽織ウルフラ夢の向こうの人影は過去も未来も恋もお金も汚れて三人前昭和だったか香りが立つ長い煙突カラカラってのこと辛い浮世の銀の跡早くさっさと湯に流せまだまだ酔いの口この世の柔らかに仕事仕事の吹き出物ここじゃ全く隠さない上隠してみてもみんな同じ貧乏にも金持ちも大学教授も学者者にもそんな背中の人生にみんな同じ泡が立つ夢も希望もわずかなプライドも汚れて6人前今日はなんだか晴れが出す長い夜の末バーッと喜ぶこと辛いは彼の傷の跡早くさっさと言い出せまだまだ酔いの気持ちよあったかい。